夢だったり妄想だったり、マグリトらしさは何かっていうことをもう一回原点に返ってお話ししたいと。新たな企業文化を創造していく、皆さん一人一人の力を結集することによって実現できていくんではないかなと。今日この日を境にですね、新しい何かが見つけられる方がいるのかもしれません。なぜ今こうやってここに存在しているのか、他と同じことはやらなかったから、徹底して他にはないウェディングを構築する、その思いをですね、一人一人が大切にしなければマグリットは存在意味はないと思ってます。誰かに何かをしてあげて、その人がすごく喜んでくれたら本当に心から幸せだと思えると、未知のこと、自分が知らなかったことを知ることで自分自身の常識ってもうすでに壊されていってる。新しいものを作っていくために壊したいなと。自分にしかできないことっていうのはきっとあると思うし、マグリットに入ったらこう夢が見つかるとか夢が叶えられる。本気でやりたいウェディングを目指せる場所だと思ったからここに来ました。本気で誰かを喜ばせることだったりとか、誰かのために頑張れることっていうのがここにはあるなって思います。本当に一人一人笑顔で楽しんで仕事ができる環境を作っていきたいなと。やっぱりスタッフが楽しくないと楽しい結婚式作れないですし。本当に自分が今日着たかった服ですか？本当に自分がやりたいウェディングですか？本気で自分を認めて、本気で自分を表現する人たちと一緒にやりたいんです。今年は成果を追い続けるとともに、みんなとですね、おもちゃ箱で一生懸命遊んでみたいなと。マグリット魂、絶対に本当になる。ぜひね、自分の夢をちょっと語ってもらいたいなって思うんです。